はい、エクモです。今日はですね、じゃーんと、はい、食肉市場祭り2024ということで、今年もね、食肉市場祭りがやってきますよと。で、去年もね、出したんですけど、今年もですね、食肉市場祭りの攻略法をですね、皆様に伝授していこうかなと思います。はい、で、せっかくなんで今日はね、お肉焼きながらね焼肉をしながら、はい、タンを、ね、牛タンを焼きながら、それを食べながらですね、今日は食肉市場祭りどういう風に回ったらいいのかみたいなのをですね、話をしていけたらなと思います。ちょっとこの食肉市場祭りのね、ページは下の方にね、下の概要欄の方に貼っとくんで、興味のある方はですね、ぜひ見てみてください。はい、という感じで、とりあえずお肉を焼いていきましょう。はい、ちょっとね、久しぶりにはなるんですけど、 TG3 出してですね、おうちバーベキューということで炭火をね、起こしました。なのでもうね、すっかりと火はね、起こっているので、あの牛タンを焼いていこうと思います。この牛タンもですね、去年のね、食肉市場祭りで1本丸々買ってですね、で自分でさばいたやつなんですけど、食肉市場、あ、っていうかね、そもそも食肉市場祭りって何っていうね、話の人も結構多いと思うんですよ。食肉市場祭りっていうのは、品川駅目の前にある食肉市場っていうのがあるんですね。東京食肉市場っていうのがあるんですけど、そこでですね、年に1回、10月の第2か第3のね、日曜日、土日でやっている食肉市場内に入ってね、まあ、普段はあの一般人の人は入れないんですけど、その日だけは一般に開放して、まあ、お肉をね、めちゃくちゃいい肉を安く買えるっていう、そういうね、イベントなんですよ。ただちょっとね、あの勘違いしないでほしいのが、すごい安いクズ肉みたいなの売ってるわけじゃなくて、普段あまり手が出ないようなね、和牛の A5 とか A4 とかね、そういう、まあ、ブランド肉みたいなのを安く買えると、まあ、めちゃくちゃ高かったのがお求めやすい値段で買えるようになると、そういうイベントなんですよ。なのでお肉好きの方はですね、ぜひ一度は行ってもらいたい、とか一度行ったらね、あ、来年も絶対行くわっていうふうにね、思う、そういうイベントなんですよね。はい、で今日食べるこのね、牛タン、これすごいでしょ。こっちね、タン元って言われるやつですね。タン元、タン中ってやつですね。元っていうのはね、タンの、 あの根っこの部分の方で、あの脂がすごいね、乗っかっている一番美味しい部分なんですけど、そこと、あのちょっと先の方に行ったね、タン中っていうね、あの少しさっぱりした部分です。じゃあ早速ね、焼いていきましょう。タン元からね、乗っけていきますけど、でこれね、まあ、さっきも言いましたけど、今くっついちゃってる、さっきも言いましたけど、これ自分で1本ね、丸々牛タンを買って、でそれをね、さばいたっていう感じですね。うん、そういうようにね、あの牛タンの1本丸々ってあんまりね、普通のスーパーとかじゃ売ってないとは思うんですけど、そういうのも手に入ると。今年のね、まあ、毎年そのコンセプトみたいなのがあってですね、今年は仙台牛ということらしいです。なので仙台系のね、肉とかそういうのがいろいろとね、あのたくさん売ってるんじゃないかなと思うんですけど、いや、美味しそうだね。まず焼けたら、もう焼けそうだから、そしたら食べるか。焼きすぎちゃうとね、もったいないんでね。はい、じゃあもういただきたいと思います。で、牛タンを食べるのはですね、僕これで食べるのが好きなんですよ。焼肉ザパンチってね、これにたっぷりのレモン汁を入れて、こんなシャバシャバにしたやつにつけて食べると、これがね、美味しいんですわ。いただきます。
最高。めちゃくちゃ美味しい。うん、最高、最高すぎますね。で、ちょっと攻略法をね話しましょう。まあ一応ねここのサイトの中に、まあ後でね下に概要欄に貼っとくんで、まあ、そっち見てもらいたいんですけど、会場のマップみたいなのがあるんですよ。こんな感じでね。でこれに沿ってねちょっと説明していきたいなと思います。じゃあ肉とか野菜とかも入れようか。一応ね肉だけだとお腹がねすぐ、牛タンなんでね、牛タンってねすごい脂が多い部位なんですよ。なのでちょっときつくなっちゃうんで、こういうね玉ねぎだったりとか椎茸だったりとかね乗っけて、野菜も食べつつねいきたいと思います。椎茸もう一個ぐらいいっちゃう。でマップの方に戻るんですけど、まあ、まずはね食肉市場祭り朝10時からスタートするんですけど、朝10時に行くとね結構出遅れになっちゃうんですよ。なので、まあ、9時には並んでいるみたいな形になるといいんじゃないかなと思います。まあ雨が降っ、まあ、来週雨予報なので、雨が降ってるとね少し人のね出が悪かったりとかするんで、もうちょっと遅くても大丈夫だったりとかするんですけど、まあ、基本的には9時ぐらいには並んでた方がいいかなと思います。で9時に並んで、で9時に並べばねだいたいオープン直後ぐらいに中に入れるの でオープン直後に中に入れたらですね、まず21番、和牛とかがねすごいいっぱい売ってるブースみたいなのあるんですけど、和牛には目もくれずにまずは豚を買いに行ってください。一番奥のね21番っていうところがあるんですけど、そこ の主催者、その食肉市場祭り側がやっているブースで、毎年ね銘柄豚っていう、なんていうんですかね、もうブランド豚を扱っているところなんですけど、そのめちゃくちゃね美味しい豚をもうありえないぐらい安い値段でね出してくれるんですよ。それがね最高に美味しいので、そこの豚ね知ってる人は知っているっていう、もう常連はもう必ず一番最初にそこに行く。和牛とかはね意外と最後の方まで、例えば午後に行っても全然買えるんですよ。なんですけどここの豚肉だけは午前中に全部売り切れちゃうんですね。下手したら11時ぐらいには終わってしまう、そういう感じなので、まずはね豚に走って、で買えるだけ買いましょう。もうほんと豚のヒレだったりとか肩ロースだったりとかいろいろ売ってるんですけど、もう自分の欲しい部位それをですね買えるだけ買うと、それがね一番いいんじゃないかなと思います。もう買いすぎたなぐらいでいいと思います。本当にね、うん、そのくらいで十分。あとでね絶対後悔するんで、こんくらいでいいかなってやると、そうするとあとでねもっと買っとけばよかったっていうか、もう終わっちゃったっていうね、そういう悲しみに暮れることになるので、絶対ね買いすぎたなっていう。で肉なんでね腐っちゃうかなみたいな感じで思うかもしれないんですけど、会場内で保冷バッグみたいなのも売ってたりとかするんで、まあ、安いやつね、簡易的な保冷バッグを売ってたりとかするんで、まあ、そういうところでね保冷バッグ買ったりとか、あとは、まあ、自分でね保冷バッグを持参していくのがいいんじゃないかなと思います。僕いつもでかいやつ持ってくんですけど、毎年パンパンですね。そのぐらい買い込んでます。で豚をね買い込んだら、そしたら次はね結構自由時間になるんですけど、まあ、そこからがね自由時間っていう感じなんですけど、内臓系を買いたい人、こういう牛タンだったりとか、そういうね内臓系もつだったりとかね、食肉のもつも最高に美味しいんですけど、そういうのを買いたい人はですね11番、マップのね11番に芝浦畜産臓器協同組合っていう
お店があるん でそこのブースでね、内臓系のもの、牛タン欲しい人は牛タン買ったりとかね、するのがいいんじゃないかなと思います。まあ、牛タンとかね、もつに関しては他のところにも売ってたりとかするんですけど、俺どこで買ったの、越塚か、あとは吉沢さんだったかな、15番か14番ぐらいでもいいあのもつが売ってたりとかしたんで、もしそっちで買えなかった人はですね、そちら側を見てみるといいかもしれないですね。であとはですね、まあ、そういうところ内臓とか買わない人はですね、まあ、一通り、まあ、20から行くもよし、13はね結構混んでるんですよね。いつも丸善さんっていうところはすごい行列になってたりとかするんですけど、まあ、他のところをですね入れたら入ってみ探しながら買うっていうのがいいと思うんですけど、僕のおすすめはですね、小川さんだったと思うんですけど、小川さんで確かね、あの和牛ジャーキーっていうのを売ってるんですよ。まあ、普通ジャーキーって言ったらカラカラのねものを想像すると思うんですけど、そうじゃなくて、あのジャーキーなのに脂がすごい乗っかっていて、ジューシーなねジャーキーがあるんですよ。それがねめちゃくちゃ美味しくて、それをですね、あのビーフジャーキー好きの人はぜひね買っていただきたいなと。他のところで買うとすごい高いんですけど、その時だと3袋で1000円とかそういうくらいでね買えるんですよ。しいたけ、あ、焦げちゃうなんでね、ぜひ行ってもらいたいなと思うんですよね。あとは別に食肉市場で買わなくても他でも手に入るんですけど、越塚さんっていうところで、マップの15番ですね、マップの15番の越塚さんっていうところで、コンビーフがね売ってるんですよ。で、越塚のコンビーフ、まあ、コンビーフっていうとね、いやコンビーフかみたいな感じで思うかもしれないんですけど、まあ美味しい。コンビーフの常識が覆るぐらい美味しいので、越塚のコンビーフね、食べたことない人はぜひ買ってもらいたいですね。椎茸も美味しいわ。ちょっと椎茸は醤油で食べよう。で、ところへんで、まあ、買ったらですね、あとは宮城県物産販売コーナーっていうところ、11と12、さっきのね、あの臓器のところの間にですね通路がありまして、でそっちに行くとね、ソーセージとかね、加工肉とかを売ってたりとかするんですよ。なのでそっち側に行ってもらうっていうのがいいんじゃないかなと思います。でそこでね、去年はね一瞬で売り切れてたんですけど、チーズをね売ってるところがありまして、そこのねチーズめちゃくちゃ美味しかったんですよ。でめちゃくちゃ美味しくて、で次の日曜日に行ったらですね全部売り切れてましたね土曜日で完売という感じで。なのでそういうところ行くんだったら、まあ土曜日の方がね、まあ土日やってるんですけど、土曜日の方が圧倒的に品揃え多いので、土曜日に行くのがいいんじゃないかなと思います。であとはおすすめなのが、いつもね買ったりとかしてるのが7番のミヤミートさん。ミヤミートはね、通販もできるんですけど、食肉市場限定のしゃぶしゃぶセットとか焼肉セットとかも売ってて、でそれがねだいぶ安くね買えたりとかするんですよ。なのでそれもちょっとおすすめですね。あとはスターゼンとかは加工肉とかがいろいろあったりとかする感じですね。まあそこら辺を回るのがいいんじゃないかなと思います。で一番最後忘れちゃいけないのがですね、まあしこたまね、ものを買って、まあ持ち運びがねちょっと家に持って帰るのこれ重すぎてちょっと厳しいわっていう人は、宅急便のブースがあるんですよ。そこにもですね、そこに行って宅急便で家に送ってしまうっていうのもまあいい手じゃないかなと思います。はい、で
そこの目の前ぐらいにですね、塩販売所っていうところなんですよね。塩販売っていうところがあるんですけど、そこに藻塩っていうね、海藻に、まあ、TOKIO とかのね、鉄腕ダッシュを見てる人だったらわかるかもしれないんですけど、海藻を使って作った塩っていうのがあるんですよ。でそれがね、すごい美味しい上に、ここで売ってるやつめちゃくちゃ安いんですよ。ちょっとね、僕去年だいぶね買ったんで、まだ家に残ってるんですけど、今うちで使ってる塩は全部その藻塩でね、ちょっと色がね少しピンク色がかってるんですけど、これ海藻のね色がついているっていう感じですね。これがね、味が深くてすごく美味しい塩なんですよ。なのでぜひね買って、まあ、安いんでね、2袋ぐらい買うと、まあ、1年は持つかなとは思うんで、ぜひねそれを買って、で帰ると、で帰りにね、毎年買った分に合わせてね、抽選会とかもやってるんで、品川駅前の方でね、でそこで抽選してお肉が当たるかどうかみたいなのをねやってもらうといいんじゃないかなと思います。さっきから肉焼いてないじゃないかって思うかもしれないですけど、話しながらだと全然肉焼けないっていうことに気がつきました。はい、そんな感じでね回ってもらうといいんじゃないかなと。試食コーナーとかはあるんですけど、無料のね試食コーナーっていうのがあるんですよ。でそこですね、まあ、肉を全く買わないっていう人だったら並ぶのいいと思うんですけど、そっち並んじゃうといい肉っていうのがですね、特に豚とかそういうのはですね、もう全部売り切れちゃうので、そっちはねあまり並ばない方がいいかなと。僕の仲間うちでは罠っていう風に呼んでるんですけど、そっち行っちゃうとね本当全部終わってしまうので、結構行列なんですよねそっちって、なので、まあ、さっきも言いましたけど、豚肉の方って開幕ほんと1時間ぐらいで全部終わってしまったりとかするんでね、なんでそっち行っちゃうと結構もったいないことになってしまうんで、まあ最初は試食を狙わずに普通にね自分でお肉買って食べるといいんじゃないかなと思います。で、ほんとね一回この豚で豚肉のところ行ったら、もうこのね人気なんですぐ終わっちゃうかもしれないんですけど、チャーシュー塊のね、こんなチャーシューなんですよ、こんなチャーシューが売ってるんですけど、それすごい安くてめちゃくちゃ美味しいので、チャーシュー買えたらですねいっぱい買いましょう。ほんと買いすぎたなって、ここのね食肉市場祭り買いすぎたなって思うぐらいがちょうどいいので、あとお金がね現金しか使えないんですよね。なので現金だけは用意していった方がいいと思います。2万円ぐらい、ちょっとね2万円え肉2万円って思うかもしれないんですけど、2万円ぐらいあるといろいろ買えてね楽しめるんじゃないかなと思います、十分にね、まあ、できればね5万円とか持っていくと本当怖いものなしでいろんなね自分の欲しいものを全部買えるんじゃないかなって思うぐらい買えますけど、まあ英語のねステーキ肉とかそういうのも挑戦するのも全然ありですし、英語きついなって思うんだったらちょっと違うやつとかね、しゃぶしゃぶ肉とかすき焼き肉とかもね全然あるので、まあ、そういうのをね狙ってもらうっていうのもいいんじゃないかなと思います。今年はね食肉市場ですき焼き用の肉を買ってきて、去年はねすき焼き屋にしたんですよ。なので今年はねちょっとしゃぶしゃぶにしようかなと思っていて、なんか今ねしゃぶしゃぶ食べたいんですよねすごく、口の中がしゃぶしゃぶなんで、であとこの牛タンもね買えたら1本丸々1万円ぐらいなんですけどね、1万円でねこれすごいめちゃくちゃいっぱい取れるんで結構ね満足感高いと思います。なのでまあ、ライバルが増えると僕が買えなくなる可能性はあるんでね あれなんですけど、でもねすごく牛タンさばくっていうのもねなかなかない機会だとは思うんで、こういう機会にね牛タンを買ってさばいてみるともいいんじゃないかなと思います。
ていう感じで牛肉焼きながらですけど、まあ、さっきも言いましたけどマップとかサイトとかあとね去年も同じようにね出した動画があるんですよ。なのでそれはですね下の概要欄の方にリンクを貼っておくんでぜひそちらもね見ていただけたらなと思います。あと見かけたらねぜひ声かけてください。僕うろうろしてると思うんで全然ね食肉市場の人じゃなくてですねただの一般人なんですけど、まあ、食肉市場のね中もね動画撮りたいなと思ったんですけど中禁止なんですよね動画撮ったりとかするの、なので動画にはしないとは思いますけどその後のね食事風景とかそういうのは出すかもしれないです。はい、っていう感じで皆さんもねぜひ楽しい食肉ライフを送ってくださいっていう感じで